古くから日本人に愛されてきた果物、柿。10月頃に旬を迎えます。柿の種類は大きく分けて甘柿と渋柿の2つ。生で食べて美味しいのが甘柿です。皮を剥き、干して渋みを抜いてから食べるのが渋柿です。生のままでは渋みが強くて食べられません。3000メートル級の山々に囲まれた長野県の南部、雪解け水が染み込んだ肥沃な土壌で一田柿という品種の渋柿が栽培されています。この地域では500年ほど前から一田柿を乾燥させて干し柿を作ってきました。一田柿の魅力は濃厚な甘さ。乾燥させて渋みを抜くと生で食べる柿の数倍にまで甘さが増すのです。地域の名産品として日本中に知られています。おいしい。生産者の田中博彦さん、先祖代々干し柿を作り続けてきました。一番大事なっていうのはやっぱり乾燥をしている期間での温度湿度の管理。急激に乾しちゃうとどうしても渋みも残ったような柿になっちゃいますし、硬くなったりしてしまいますので。田中さんが柿の乾燥に費やす期間はおよそ30日。ゆっくり自然乾燥させることでしっかりと渋みを抜き、果肉の厚みを感じられる独特の食感を生み出します。ここで欠かせないのが自然の力です。昼と夜の気温の差が大きいこの地域では、朝になると中心部を流れる天竜川から濃い川霧が立ち上ります。この川霧が地域全体に広がり、柿に適度な湿度を与え、急速な乾燥を防ぐのです。さらに田中さんは柿の状態を確認しながら調整を繰り返します。刻々と変化する天候に合わせて風を入れたり柿の配置を変えたりしながら、絶えず乾燥に適した環境を保っているのです。水分が抜けると表面に白い粉が現れます。これは乾燥して結晶化したブドウ糖、濃厚な甘さの源です。全体がきめ細かい粉に覆われると一田柿の干し柿が完成します。多くの方に食べていただきたいなと、そして本当の一田柿の味ってものを知ってもらえればと思います。今この地域ではより多くの人へ一田柿を届けるための新しい取り組みが進められています。田中さんたちベテラン生産者の技術を生かして工場を設立、生産規模の拡大を図っています。特に意欲的なのが若手の生産者たち。より美味しい一田柿を作るために技術革新に挑んでいます。安全でなおかつやっぱり喜んでもらえるような、そういうものをやっぱり作って、でやっぱり海外へ出すと、世界中の人たちに食べてもらって美味しいって思ってもらえたら、それは本当に嬉しいことです。時を超えて受け継がれる一田柿、世界を見据える生産者たちの手で伝統の味はさらなる歴史を築いていきます。